どうも、前回ボロボロに泣いてしまったひなぴよです。君がしねやります。ランマルくんを追いかけます。緑は許しません。行きましょう。どこに行ったんですか？でしかだってもう動揺しすぎよ。見なかった？おや、何か急いでるようだね。ランマルを見かけませんでしたか？見かけてないわ。ここじゃない。なるほど、まあ、こっち回りじゃない気はしてるんだけど。かな。サラさん、どうしたんですか？ランマルを見かけなかったか？すみません、見てないです。どこへ？まあ、こっち側にいないってことは多分エレベーター側なんだと思うんだけどね。とりあえず回れるとこ回っていくけど。キュンキュン。サラ姉ちゃん、どうしたにゃ？ランマルを見かけなかったか？こっちには来てないにゃ。どこにいるんだ？レコさん来てないっすか？おい、今結束を変えてランマルがそこの部屋に。充電室か。うわー、車田さんにタッチしようとしてる、もしかして。いやー、うわー、ダミーズ同士の裏切り合いは辛いよ。あれ、ひなこちゃんいない。ひなこちゃんどこ行ったんや。ロッカーの先は充電室。はい、行こう。あーあーあー、もう嫌。もう。ラマルくん。ラマルくん。やめて。でもラマルくんにも死んでほしくない。緑、やめて。ラマル！ここにいたのか？緑は？緑はどこへ？ここに来たのか？光ってんじゃねえか、首は。また鬼ごっこか。ランマル、早く探しに行こう。諦めちゃダメだ。ここには車田さんしかいないぞ。ランマル、やれよ。もう、何言ってるんですか？行きたいんだろ。俺は、未来。俺には、見えねえけど。てめえには見えるんだな。そんなことしちゃダメだ。黙って見届ける。合意の上か。車田さんも本当は行きたいんだろう。なんて思ってたら充電されないだろう。おとなしく。いやー、そんなことしちゃダメだよ。やっだ、止めてよかったのかな。ランマルくんの心が壊れるだけかもしれない。そんなことしちゃダメだ、ランマル。何やってるんだろうな、俺。違うよな、こんなの。俺、立ち向かう勇気も消えちまって。じゃあどうする気だ。緑に勝ったって
死ぬだけだぜ。わかんねえ。どうしたら。見てらんない。ひなこ。え、なに？来なよ。その首は、どうにかしてあげる。え？どういうこと？何？ひなこちゃんは何を知ってるの？え？ひなこちゃんが人間？え？わかんない。もう展開についていけない。けど私は、みんなに黙ってついていくしか、ないようです。どうなって、やがれ。暗闇に通路が続いている。は？なんだここ？何？何？不思議な装置が部屋に広がっている。これは、首輪のリセット装置。え？リセット装置って、爆弾のか？どうしてひなこがそんなの知ってんだよ。さあね、急に思い出したの。信じなくてもいいけど、他に方法あるの？いろんないね。よーし。サラ先輩、全員呼んできて。みんなを？そう。結構大変な装置らしいから、協力が必要だよ。あ、全員ちゃんと呼んできてくれた。これが、首輪をリセットする機械なんですね。とんでもねえ話じゃねえか。私たちを縛る、この首輪を。みんなで解除すれば、もう怖がらなくて済むにゃん。そんな万能じゃないよ。できるのはダミーズのだけ。っていうか、鬼ごっこモードを消すだけ、かな。なんだにゃん。そのために、みんなリスク背負える？リスク、ですか？この装置、電流を流して強制的にリセットさせるの。私たち、全員の体を貫いて、ね。なんだそりゃ！安心してよ。その電流で死ぬことはない。ただ、途中で誰かが気を失えば、失敗。乱丸は死んじゃうね。はぁ、強い意志を持って意識を保たなきゃいけないわけだ。なら、やるしかねえな。はい、これくらいのこと。乱丸は、私たちの仲間だ。絶対に救うぞ、みんな。みんな、乱丸くん、これで分かっただろう。君も立派な仲間だ。そしてみんな仲間なんだよ。やべえ、そろそろ。早く中央に立って。みんなやるぞ。いいか、セーブだ。手がしびれてきた。はい、ちょっとなんか手がしびれて大変だったんで、ちょっと甘いもの食べて準備してきました。乱丸くん、ちょっとチカチカしてるのにごめんね。私の準備は完了したよ。よし、やろうか。みんな、よろしく頼む。やるぞ。装置を使う。装置は音を立てて動き出した。さあ、やるぞ。みんな、電極を掴んで、スイッチを入れるよ。じゃあ、やり方だけど。僕が説明するよ。どこからともなく現れやがって。いやあ、飛ばしちゃったなんか言ってたね。いやあ、わかめ頭みたいなこと言ってた？おっと、もう手を離したら失敗になるからね。そのまま、そのまま。いいかい？このゲームの目的は、乱丸に電気を集めること。これから君たちが掴んでる電極に、ランダムで電気が流れるから、うまく乱丸にその電流を送り届けてあげてね。
なるほど。ランマルの首輪は警告音を鳴らしている。さて、天井のモニターを見てごらん。次は二人。それが次に電気が流れる人数さ。流れるとどうなるかっていうと、なるほど。思ってたより強烈ね。そうでしょう。それが一回目の電気。食らうたびに帯電していくよ。試しにもう一度。うわ、やめてください。今のが二回目の電気。こうやってどんどん帯電していくと、3回目。これが限界さ。次の4回目の電気をもし受けたら気絶しちゃうよ。それってランマル君が死んじゃうってことだ。それは絶対許されない。一人でも気絶すればこのゲームは失敗。つまりランマルを救えないってことか。ただ一つだけ、帯電した電気をゼロに戻す方法があるんだ。ほーん、なるほど。これはサラちゃんに電気を分け与えることができるのかな。じゃーん、首輪と首輪をつなぐ配線だよ。ちょっとサラさん、手元のスイッチを押してみてよ。え、配線が切り替わることがあるってこと？私がスイッチを押す。はい。あー、はいはいはい、いった、電気が。スイッチを押した人には電気が流れるんだ。その代わり見てごらん。同じ配線で繋がれた人はリセットされたでしょ。自分が電気を受けてみんなを守る、そういうゲームさ。俺の場合はどうなるんだ。言ったでしょ、みんなと違ってランマルだけは電気を集めるんだ。気絶するくらいたっぷりとね。マジかよ。とにかくランマルには電気を与えて、他の人は電気を逃がす。これだけね。それじゃ、そろそろスタートするよ。なるほど。ランダムで電気が流れる。で、気絶しないようにみんなの電気を逃がしながら、ランマルくんが電気をいっぱい集められるようにする。つまり、レコさんと、誰だこれ？繋がってんの。車田さんかの配線がランダムで電気が光った時にランマルに行けばいいのかな。まあ、やってみればわかるか。それじゃあそろそろスタートするよ。待て、このままスタートしていいのか。私の電気を解除してくれ。このまま始めよう。もう一度説明してくれ。私の電気を解除してくれ。待て、緑、私の電気を解除してくれ。なんで？なんでって、私だけ帯電したままだ。不公平だろう。不公平か。うわぁ、サラちゃんがよく言ったもんだよね、みたいなこと言いそう。あぁ、ヤヒー、痛いよ。公平に全員電気1にしておいたよ。それじゃ、楽しんでね。待て、緑。なるほど。配線が変わった。なるほど。これで俺が電気を受ける。これでいいよな、まず。いっぱい欲しいからね。いって！で、予告された人数分電気が流れた。ランマルの首輪は警告音を鳴らしている。次は3人。配線が変わった。で、ちょっと待てよ。
受けるしかないな。そうだな。ジンくん、ごめん。ちょっと、頑張って。これ、どうだ?4人でしょ。あー、ジンくんやばいな。ランマルの首は結構鳴らしてる。繋がれ、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 繋がってねえなー。あー。次、ジンくんに電気が流れたらおしまいなので、レコさんに電気を受けてもらう。予告された人数分電気が流れた。ラマルの首は結構鳴らしてる。あ、これいけるな。これ、ダンマルくんが電気を受ける。で、いいはずだ。オッケーオッケー。いてぇ!で、予告された人数分電流流れた。さあ、対戦変わるでしょ?これで、もう一回、ダンマルくんが電気受ければいいんじゃない?おい!どうだ?よし!これで溜まりきったぞ!どうだ?首は焦げた匂いを発しながらまだ動いている。マジ?ありゃあ、ごめん。ちょっと丈夫に作りすぎちゃったみたいだね。ふざけんなよ!じゃあ、どうしたら?もう一度電気を集めよう。次はうまくいくかも。くそ!マジ?どうしよう。いや、まだ大丈夫だ。まだ大丈夫で。アンズちゃんの電気リセットさせてあげたいけれど、もう、まず、ランマルくん。いてぇ。どうだ。これで、どうなる次。ちょっと4人が黄色はまずいから2人助けなきゃいけないからレコさんにちょっと電気受けてもらおう。これ地道にやるしかないぞ。うわ、銀くんまずい。銀くんをとりあえず次助ける。車田さんに電気を受けてもらうしかないね。うん、よしよしよし。レコさんまずいね。レコさんが赤い。赤。カンナちゃんがつながってる。カンナちゃんに受けてもらう。まずいね。うわ、やば。待って。レコさんに受けてもらう。で、レコさんがまずい。やばいよ、これ。で、カナちゃんに受けてもらう。だな。これ時間制限決まってんのかな。大丈夫かな。うん、いや、ちょうどいい感じになれ。黄色、うわー、ダンマルくんのとこに誰も繋がってねー。あー、早坂ちょっと電気受けてくれるかな。うん、今危険な人が誰もいなくて、あー、カンナちゃんと早坂がダンマルくんに繋がってる。 OK、 いいね。これ、OK。いい感じ。いってで、予告された分人数が流れた。カナちゃんとランマルつながれ。無理か。ってことは、いや、今まだ大丈夫なんだよな。いや、これランマルくん受けていいんじゃないか。カナちゃん我慢してもらって。いいね。で、これで、次、どうなる?配線が変わるでしょ?今危険な人いないから、これももう一回受ければいいと思う。どう?よし、これで溜まりきったぞ。お、うわー、もう一回か。首輪は変な音を発しながらかろうじて動いている。困った。すっごく頑丈だ。いい加減にしろって。頑張ろう。きっと次が最後だ。マジで腹立つ。やばい。とりあえず、ひなこちゃんを助けるっていう意味で、電気受けよう。まず受ける。
で、サラちゃんがまずい。サラちゃんを助けなきゃいけない。ちょっと車田さん、ごめん、受けてもらう。きついね。さあ、ランマルくんと繋がればいいんだけど。ランマルくんと繋がってるね。車田さん、オッケー。カンナちゃん、ちょっと我慢してもらう。で、警告音鳴らしてる。カンナちゃんは、マジか。カンナちゃん、マイちゃんとキュー太郎さんと、違うな。カンナちゃん繋がってんな。よかった。で、サラちゃんにはちょっと我慢してもらって、ランマルくん、かな？うん、オッケーオッケー。で、次、サラちゃんを助けなきゃいけない。早坂、頼んだ。うわー、赤が二人、やばいな。これで、お願い。頼む。壊れろ。壊れた？危ねえ。ひなこちゃん殺しちゃうとこだったし、ラマルくんも殺しちゃうとこだった。やった。止まったんだな。リセット、できたってことだよな。つまんないな。いいよ。今回は僕の負けで。次はもっと楽しい仕掛け、持ってくるからね。みんな、本当にすまねえ。俺は、待てよ。言うセリフが違うんじゃねえのか？そうだよ。私たちが聞きたいのは、謝罪じゃないぜ。その、ありがとう。助かったよ。よかったな。ランマル。サラ。サラのためなら、その、キャー！何の話？私も一緒にちょっと野獣馬になっちゃうから。もう告白の流れだったじゃん。でも、アンズちゃん邪魔しないの。もう、こっそり眺めてるくらいがちょうどいいんだから、こういうのは。なんでもねえよ。そうだ。それより早くここを出て。エレベーター、動き始めたの。あ？マジ？下の階に行けるんですか？そう。だから緑より早く行かないと。また、封鎖されたらまずいでしょ。そうだな。行こうぜ、サラ。下の階に。みんな、無事でいてくれ。下の階にいるのは、キュー太郎さん、ケイジさん、マイちゃん、そしてメイプルの4人のはず。全員無事であってほしいんだよね。メイプルもさ、だってみんなのこと殺したいわけじゃないから、妨害者といえども、みんなと友達になりたいって感じだったじゃん。ね。車田さん。あなたは、ここに残ってください。ガキが、急に何言ってやがる。ごまかしたって無駄です。さっきの電気で、車田さん、また体が。ここにいれば、いつでも充電はできます。わかったよ。え？死ぬなよ、カンナ。いやー、なんだろうなー。やっと心開いてくれたのかなっても思うんだけど、ちょっと嫌な予感。なんか、お前に託すぜみたいに聞こえなくもなくて嫌。そうだ、トランシーバーがあったな。車田さん、これを片方持っていてください。ん？車田にトランシーバーを片方渡した。なるほど。これなら連絡が取れるな。そうだね。だから、絶対反応しろよな。
何かあればほうれん草をさ、しっかり頼むよ。うめえよな。まあいいから行ってこいって。ほうれん草って報告、連絡、相談のことだからね、車田さん。美味しい方の食べ物のほうれん草じゃないからね。ほうれん草のいちごジャムあれ食べな、車田さん。はい、じゃあ行ってきましょう。ということで一回セーブするけど、時間まだあるよね。私多分ね、配線の作業を、絶対、早送りにしてるんで、もうちょっと進めましょう。さあ行くぞ。エレベーターへ。うわあ、緑くん？さあ、こちらですよ。エレベーターボーイしてくれてるってこと？閉まっちゃうよ。早く早く。ざけんな、あいつ。相乗りかよ。どうする？いや、相乗りしよう。もう。緑の首根っこ掴んで、相乗りしといた方が逆になんか変なこと仕掛けてこないんじゃないかと思うんだけどさ。ただ、今私たちのパーティーにムキムキの人たちがもういなくて一人も。ケイジさんも、キュー太郎さんも、車田さんもいないから、首根っこ掴む人がいないから、どうしたもんかね。でも乗らなかったら、閉まっちゃって先に行かれちゃうじゃん。それはちょっと避けたいよね。相乗りするか。ただ一緒に移動するだけ。大丈夫。ああ、舐められっぱなしも尺だしな。さあ、どうだい？長い。ただ一回分降りるのに、とてつもなく長く感じる。隣に、殺すべき敵がいるせいで。うわぁ、怖いよ。緊張しすぎだよ、サラさん。こんなに近くにいても、私には何もできない。エレベーター内ではお静かに、密なんだから。行くぞ、緑より早く。僕はのんびり行くよ。さあ行くか。よし行くぞ、風よりも早く。風になろうよ。さあ、刑事さん無事？おっと、そうでした。いや、シャッターが閉まっててポチに入れないわ。そうか、私たちが閉めた時のままになってるのか。しかもこのシャッター、大きな刃物でえぐったような跡がある。これはメイプルだろうね。この右のこれ何？右のこのこいつ、メイプルがやった傷だ。すごい力だ。分厚くて頑丈なシャッターをここまで。緑よりよっぽど強そうだな。けど貫いちゃいねえな。じゃあ中にいる刑事さんは無事なんだ。冷静にあたりを見回す。何かないか探してみよう。これどう考えたって何かだもんな。壁にはカードリーダーのような装置がある。これは ID カード使ったら開くってこと？ ID カードで開いてくれれば。おお、やったー、やったー、開きましたよ、サラさん。この先に待っているはず。刑事さん、行こう。お願い、無事で会ってください。刑事さん、おまわりさん、どこにいるにゃん。なんか暑いな、ここ。刑事さん、え、もう燃えたりしてないよね。サラ姉ちゃん、なんで棺開いてないにゃ。そういえば刑事さんが出た後に閉めていったのかな。あのもしかして棺の解除ができてなかったんじゃ。バカなこと言うな。制御室で操作したはずだ。すべての棺を開けたって。でも。しかも砂落ちきってる。
ない。どうしたんだみんな。なんで急に弱気になって。砂時計なんて些細なことじゃないか。サラ姉ちゃん、みんなは間違ってる。棺をよく調べよう。刑事さんが閉じ込められていた棺だ。なんか妙な音が聞こえないか。は？棺の中からはゴーという音が聞こえる。え？そう。あ、もうダメダメダメ。ああ、私の君が死ね実況ここで終わりだわ。やだ、もう無理。え？なんだかこの音まるで。落ち着いてください。大丈夫、焦らず調べよう。棺を開けよう。棺に手をかけた。あ、熱いんじゃないの。どうしたサラ。手が熱い。棺はかなり熱を持っている。なんか今中から声が。やめてよ、嘘だ。こんな。なぜ刑事さんはいないのか。シャッターは閉まったままなのに。今棺の中で何が行われている。考えたくない答えが頭に浮かぶ。仮想システム。刑事さん！私は棺を開けようと蓋を掴んだ。熱さなんて関係ない。すべての力を込めて蓋を引っ張る。しかしどんなに頑張っても蓋は開かない。開けよ、開いてくれ。全然びくともしないにゃん。ダメだ、どんどん熱くなってる。それ以上は手が。だって刑事さんが中で私たちの助けを。離れろサラ。嫌だ嫌だ、私は刑事さんを。解除なんてできていなかった。今私たちの目の前で刑事さんは焼かれている。どうすることもできない。この中で刑事さんは炎に飲まれ死んでいく。ゴーという音が耳の中をかき乱す。目の前が歪んでいく。救いが必要かな。緑。今なら間に合うかもよ。クソ野郎が。僕はどっちでもいいけど。救えるの。同意書を書く。疑っている時間はない。選択肢は一つ。信じて書く以外、もう何も。やったー、やったー。ついに書いてくれたんだね、サラ。
から早く棺を開けて、刑事さんが死んじゃうから。緑は棺に向かってリモコンを向けた。ああ、ごめん、間に合わなかったみたいだ。ふざけるな。熱で棺の蓋が溶けて癒着してる。物理的に無理だ。残念。嘘をついたんですか？開けられるなんて。嘘なんかついてないよ。僕は初めから救う方法を教えるとしか言ってないよ。だから騙したって言ってんだろうが。騙された？そんなことどうでもいい。目の前の刑事さんが、いや、違う。刑事さん死んでない。刑事さんは絶対死んでない。そんなわけない。死ぬわけない。刑事さんが死ぬわけない。ラマル。待てよ。おかしいぜ、これ。なあ、本当に刑事はこの中に入ってたのか？だって、棺は閉まってるにゃ。砂時計だって、上に。それがおかしいんだ。生きてる人間が焼かれてて、どうしてそんなにおとなしいんだよ。確かに、もっと暴れたり大声を出してもいいはずだけど。そんな力も残ってなかったのか。違うな。脱出してたんだよ、棺の中から。嘘だろ、それじゃ。でも、シャッターは閉まってます。ここにいるはずなんじゃ。そりゃわかんねえけど、九太郎や指紋認証が使えるマイもいる。きっと何かあったんだ、だからここにいないだけ。探しに行くべきだ。落ち込んでる場合じゃねえだろ、サラ。ラマル、わからない。信じてみるって言いたいけど、わからない、わからない、そんなの。でも、かけらでも、その可能性があるなら、探しに行かなきゃ。ああ。立てるか、サラ。ランマルくん。ありがとう、ランマル。やれやれ、盛り上がっちゃって。行こう。探すんだ。あ、メイプル。あれは、メイプル。あ、離れろ、サラ。こっちに気づいた素振りはないが。座って、休んでるんでしょうか？いや、動いてねえぜ。完全に停止している。電池切れってことにゃ？それって、つまり、死んだ。暴れ尽くして、力尽きたんだ。ID カード、返せなかったな。メイプル、
これも、私たちのせいなのか。すまない。あー、メイプル、そっか。ブレーカーオンになってるね。Thank you.